テニスの王子様は、この三好による中学校の部活動テニスを題材とした日本の漫画作品。および、それを原作としたアニメゲーム実写作品。本校では続編である、新テニスの王子様についても一括して説明する。週刊少年ジャンプにて連載。1998年41号掲載の読み切りを経て、 1999年32号より連載開始。2008年14号の終了まで約9年間連載された。さらに2009年3月から第2シリーズ、新テニスの王子様としてジャンプスクエアにて連載再開。通称、テニプリ。単行本は全42巻。公式ファンブックは10.5巻、20.5巻、40.5巻。 イラスト集は30.5巻。新マイナスでは単行本は期間31巻。話数カウントは初代はジーニアスマイナス。新マイナスではゴールデンエイジマイナス。2020年12月時点で累計発行部数は6000万部を突破している。テニスの名門中学校に入学した主人公の越前龍馬がテニス部に入部して、 全国大会優勝を目指して団体戦で試合を勝ち上がっていくというストーリー。テニスを知らない人でも理解して読めるようにルールの説明や解説が入っている。また、連載当初は実際にテニスプレイヤーが使える技を描写していたが、途中から奇抜な技を中心に試合が進む漫画に路線変更し、26巻にて主人公が無我の境地を得得してからは、 人間離れした技の描写が顕著になる。ライターのサヤ・ワガは本作について美しい少年たちがむちゃくちゃな超能力でテニスにすら見えない試合をかっこよく勝ち上がっていく姿は昔の高等向けで面白いジャンプの少年漫画そのものと評している。メディアミックスが多数行われており2001年から2005年にかけてのテレビアニメ化を皮切りに CD 化 TCG かゲームか2003年からはミュージカルか2006年には実写映画化とテレビアニメの続編の OVA 化、2008年と2019年には中国で実写ドラマ化がなされたこの展開に関連し多数のグッズがムービックアニメとトコナミより発売女性をターゲットにした商品展開が功をなしこの結果キャラクターグッズ売り上げの年間トップを 独創する人気ジャンルとなっている。テニスの王子様のモデルの一部となったのは東京都の立教中学校。1998年41号の読み切り連載時に最終ページにある作者コメントにも取材協力に対しての感謝のメッセージが書かれている。立教中学校は1997年に全国中学生テニス選手権大会で 団体優勝している。いろいろな説があるが、主人公の越前龍馬のモデルは、早稲田大学出身の羽根石優。実写版の映画を撮っている際、作者の好み本人が証言している。男子プロテニス選手の西小利慶は、小学生の頃から本作品を愛読していた。この項目では、テニスの王子様の中盤から、物語のキーワードになった技を解説する。 これらの技の使用者や各登場人物固有の技については、テニスの王子様の登場人物を参照。2002年以降、ジャンプ J ブックスより6作の小説家作品が発表されている。執筆は1.2作目を影山由美、3から5作目を岸間信明が担当。6作目は劇場アニメの小説家であり、 アニメ脚本を執筆した、前川敦子と、下文彦が担当した。テニスの王子様ザ・プリンス・ハズ・カム、テニスの王子様ビギン・ザ・バトル、テニスの王子様スペシャル、エーデー・オブ・ザ・サバイバル・マウンテン・テニスの王子様、ザ・ギフト・ハズ・アウェークト、テニスの王子様ザ・ギフト・ハズアウェイクトテニスの王子様ザギフトハズエクスプローデット、劇場版テニスの王子様二人の、サムライ・ザ・ファースト・ゲームなお、集英社未来文庫にて、 初期の作品が復活している。いずれもテレビ、東京系列で放送。アニメ版の声優による、ラジオ番組。メインパーソナリティはマンスリーで交代する。文化放送、毎週日曜23時アニメをベースとした、トレーディングカードと原作およびアニメをベースとした、多数のコンピュータゲームが発売されている。制作は全てコナミが担当。 効果原作に基づく効果が存在する。キャラクターソング多くのタイトルが発売され、その数はゲーム、ミュージカルを除いても2011年時点で300タイトルを超える。その後も発売され続けており、2016年6月頃には約800曲、2020年3月頃には約900曲近くに上った。声優自身が作詞、作曲を手掛けることもあり、 また原作者である、この三つも、歌詞や楽曲を提供している。キャラクターソングとしては、楽曲の幅が広く、オリジナルは元より、バレンタインキススのような著名な夏メロのカバーから、演歌、民謡までリリースされている。ゲームオリジナル曲も多数あるが、そのほとんどが、CD 化されていない。通算100タイトル目である、後部敬吾の理由、いい気持ちは、 2005年4月11日付、オリコンウィークリーチャートにて初登場9位にランクイン。キャラクターソングの中で最も売れたのは、アオスのホワイトラインで5万枚以上を売り上げている。サウンドトラックテレビアニメ、劇場版、コンピュータゲームのサウンドトラックが発売されている。通称テニミュ。2003年から2010年にかけて、ミュージカルテニスの王子様が公演され、完結。 以降また一から新たな演出で描く、セカンドシーズンが2011年から2014年まで公演。サードシーズンが2015年より開始し、フォースシーズンが2021年より開始。新テニスの王子様を舞台化したミュージカルが2020年から2021年まで公演。2021年10月、新シリーズ、ミュージカル。 新テニスの王子様ザ・セカンド・ステージの上演が決定。2006年5月13日、松竹、マーベラス・エンターテイメントなどにより、実写映画化。全国ロードショー。キャスト青学のキャストは、越前龍馬役の本郷かなたを除いて、ミュージカルテニスの王子様青学二代目キャストが務めた。氷見のキャストは、後部慶子役の再燃竜二を除いて、 テニス経験者の俳優が務めた。また、ミュージカルテニスの王子様のザ・インペリアル・マッチ、標定学園までに出演したキャストが多く、出演している。配役については、テニスの王子様の登場人物を参照。原作との相違点の一例2008年中国で、猛球王子のタイトルで実写ドラマ化。7月25日より放送開始、全22話。 東南アジア韓国、日本での放送も予定されている。一部の設定が原作とは異なる。視聴率が非常に良かったため、続編にあたる、カユ、アミダマ王子も制作された。役名、キャストカイドウカオルチンカイドウのように原作の漢字を活かしたもの、アトベケイゴ、ティホ、イヌイサダハル、センマジのように原作の漢字を中国語として読んだ。 時と同じ発音の他の漢字を当てたものとが混在している。原作との相違点の一例その他、テニスの王子様奮闘せよ、少年、お参照、テニスの王子様をパロディ化したトリビュート企画の4、コマ漫画作品。原案、監修、好み光よし、漫画、桜健一により、ジャンプスクエア2008年12月号より連載中。基本的には、ギャグ漫画で、内容は、 テニスの王子様の登場人物の知られざる一面を見せる日常ものとなっている。また、本編の設定を保管しているところもある。2011年7月には、テニスの王子様のアニメ版と同じキャストにより、集英社のボイスコミック、ボミックとして、ジャンプ専門情報番組、先読みジャンバンにて放送され、同年8月からボミック公式サイトで配信された。 すべて終営者、ジャンプコミックスからの発行。突起のない限り著者は、この三つよしすべて終営者、愛蔵版コミックスからの発行。突起のない限り著者は、この三つよしすべて終営者、終営者文庫からの発行。突起のない限り著者は、この三つよしすべて終営者からの発行。突起のない限り著者は、この三つよし以下の出典は、終営者の本内のページ。 書誌情報の発売日の出展としている。この記事は以下のカテゴリでも参照できます新テニスの王子様に関するカテゴリ、放課後の王子様に関するカテゴリ。ありがとうございます。